くらいやってるかもしれないですけど、もういいと思います。まあ会長から電話いただいた時にちょっと奥さんに聞いてみろって言われて、家族で相談してみてって言って奥さんに言ったんですけど、井上くんだけはやめてって娘がお腹にいたんで、試合でもし自分が KO 負けしたらショックで流産しちゃったりとかあるかなと思ってたんですけど、で終わってすぐ奥さんに会った時にすごい清々しい顔してたんで、なんか良かったな、良かったのかな、でもいや良かったですね、清々しい顔して。一番っていうか全部がすごいんですよね。こんなにこう一つのレベルが高い選手がもうどれを取ってもグンといってるんで、ジャブがもう普通の人っていうか、まあ選手の右ストレートぐらいに強くて、でこっちの利き腕の右はその3倍ぐらい強くて、バッと回った瞬間こう頭が割れるかなっていうか、いや強かった、強かったですね。いやもう思いっきり戦ったんで、それで KO 負けしたんで、いや井上君本当自分を選んでくれてありがとうございましたって気持ちで、もうこれからどんどん頑張ってほしいなという気持ちでした。はい、雑にならないぞ。前の手、前の手、前の手、カウンター。井上選手はパンチも強いし、速いし、技術も卓越してるしって、もう言うことない選手だったんですけど、まあ、唯一勝てる部分っていうのはその、まあ、体の強さですかね、体幹の強さとかそういうところがやはり私の方が大人であったので、結構プレッシャーをかけて押し潰そうというような、まあ、戦い方をしようと。第2ラウンドに井上選手にこうダメージを与えて、第3ラウンドの時に疲れ果てているように、まあ、私には思ってたんですけど、その時にですね、ラスト30秒ぐらいですか、2分30秒過ぎた時にワンツーがバーンって自分にクリーンヒットしたんですよ。でそれから井上選手がものすごいラッシュを仕掛けてきて、今まであんな疲れ果てたのに、その一発の私が弱みを一瞬見せた部分でかなりこう迫ってきて、で結局ゴングが鳴ってすぐ救われたんですけど、僕はもっと敬意を込めて勝負強さなのかなと、その勝負だと思った時にガッといく、憧れるとこだらけですけど、やっぱりおごらずに自分のやるべきことをしっかり、あの基本ですけど、あんな高いレベルにいっても基本なんですよね。そういうところはやっぱりあの例に出して学生たちにも教えていきたいなと思ってます。